私の人生は本当少しずつ幸せ人生に変わってきました。私は寂しい時に仏様と一緒に寂しい気持ちにとても感じました。お母様はそばにいません。寂しい時に辛い時に話はできません。心配させたくない。友達話せもできません。皆さん、ジャンさん頑張ってね。それしかないの言葉、何もならないです。今度は金子伊豆さんの死ぬように寂しい時に、本当は仏様も寂しい、その気持ちで次の曲は今日記念日ですね、アニバーサリーの曲を、オリジナルの曲、皆さんに送りたいと思います。